はい、皆さんこんにちは、八木下と申します。本日は NHK 大河ドラマ光る君へ第1話を俳優名でストーリー解説していく動画となります。まあ、今週出ておりませんでしたけれども、まあ、主人公吉高由里子さん、主演吉高由里子さんでございますので、吉高由里子が柄本佑がみたいな形でですね、俳優さんの名前で今回の第1話何が起きたのかということを解説してまいります。こんなふざけた動画必要ねえだろうって思う方、安心してください。安心してくださいだと、あれか、吉村と一緒ですか。徹底解説という動画をすでに赤いサムネイルの動画アップしておりますね。そちらで真面目に、解説しておりますので、そちら一応本丸として、こちらのこの俳優名で解説、一部の方に好評でございます。いつから2年前から。2年前から好評なんですよ。鎌倉殿の13人の時からこれやって、小栗旬が大泉洋がってやってたらですね、なんか受けたので、ずっとやってます。ずっとやってるので、今年もやらせていただきます。しかし今回の第1話、問題が起きました。何か？そうです。吉高由里子さんが出てな。どうしますか。吉高由里子さんが出てない子役さんです。子役さんの名前は越智由美子さんでございます。そしてもう一人の実質主人公である柄本佑さん演じる藤原道長でございますけれども、柄本佑さんも出ておりませんで、今回は木村康生さんという子役さんが演じられておりました。さあ第1話俳優名で解説どうしますか。皆さん子役の名前で言ったら逆に混乱しそうですよね。子役さんの名前はここでご紹介したので、まあ、それで敬意を払ったといたしまして、さあどうしますか。どうしますか？こうします。後の吉高由里子、後の柄本佑。これでですね、今回の第1話、俳優名で解説させていただければと思いますので、楽しみながら聞いていただければと思います。それでは早速進めてまいりましょう。この動画が一番気軽に解説できるので、テンション上がっておりますけれども、さあ話進めてまいりましょう。一気に、あ、じゃあまずこれ、読みますね。どういう章立てしたか読んでみますね。はい、いきますよ。ゆうすけサンタマリアの予言、後の吉高由里子の実家事情、ダンタ康則に取り入れ、後の吉高由里子と関跡、後の柄本佑との出会い、かっこ1、後の柄本佑との出会い、かっこ2、源氏物語の序章のごとく、再会と岸谷五郎の就職、玉置きれをご乱心で地獄へと、こういう形で本日話進めてまいりましょう。早速いきます。スピーディーにいきますからね、この動画は。はい、いきます。まずはゆうすけサンタマリアさんの助言ということでございまして、ゆうすけサンタマリアさんでございますけれども、ゆうすけサンタマリアさんから今回始まりましたね、大河ドラマ。そう、庭でゆうすけサンタマリアさんが夜空を見上げておりました。その空はですね、風も吹いてないし星空満点でございます。非常に穏やかな夜なはずなのに、それを見たらですね、星があまりに輝きが強いということで、凶事が起きることを示しているというふうに学生たちに言います。で、実際その直後、今日は大雨に見舞われるというふうになりました。そして場面変わりまして、雨の中場面変わりまして、後の吉高由里子の実家事情ということでございまして、越智由美子さん演じる後の吉高由里子でございますけれども、合わせてもう一人弟さんがいますね。この後の吉高由里子には弟がいまして、湯田光輝くんという、俳優さんが演じてますけれども、後の高杉真宙でございます。ちょっと余談挟みますね。私ですね、吉高由里子さん、そもそももうここ5年以上推し女優なんですよ。だから今年めっちゃ楽しみだったんですよ。なんですけれども、去年私のお嫁くんを見て、私推し俳優高杉真宙さんになっておりますので、この二人が兄弟ってもう、最高。最高でございます。はい、話ずれそうですので、いきますね。で、この二人兄弟の親、お母さんが国中涼子さん、そしてお父さんが岸谷五郎さんでございます。まあ、この4人家族で付き人が他にもいるという形でございますけれども、岸谷五郎さんは下級貴族でございます。貴族だけど、下級貴族ってなかなか貧しかったりするんですよ。まあ、事情はこの下で話しますけれど。で、そのね、雨粒が、まあ実際、後の吉高由里子さんの額にポコンって落ちておりましたけれども、まあ雨漏りの屋根を直すことすらできないような貧しい家事情であるというわけでございます。で、岸谷五郎さんですね、もともと5年前までは地方行政官をしていたんですけれども、それ以来なかなかこの官職を得られないでおりまして、非常に頭はいいんです。まあもうずっとね、ドラマの中でも漢籍読んでおりましたので、頭はいいんですよ。頭はいいんですけれども、非常に不器用な人物で、こう人に取り入る、媚びを売るようなこと、懐に入っていくようなのが非常に苦手な人物であって、で、なかなかそれでこう仕事につけないでいるという形となっておりました。で、当然、娘たちは心配するわけですよ。主人公の後の吉高由里子さんたちは心配するんですけれども、まあ、お母さんの国中涼子さんはですね、年が明ければ、なんとかね、なると思うというふうに言いつつですね、自分のお召し物を売ってお金に換えるという非常に、心苦しいようなことを、苦労しているという感じとなっておりました。
そこでですね、まあどうにかしないいかん、どうにかせにゃいかんということで、親戚が見かねてやってきます。親戚は誰かと言いますと、岸谷五郎さんの親戚は佐々木蔵之介さんでございます。結構これ今後重要な人物になってくるんですけども、で佐々木蔵之介さんがですね、助言をします。どういう助言かと言いますと、ダンタ安則さんに取り入った方がいいぜって言います。このダンタ安則さんはですね、上級貴族でございまして、で、まあ、後に運命の出会いをする、その後の江本佑さん、まあ、木村康生さんが言っちゃいますけど、のお父さんでございますね。まあ、これちょっとそのままの人物相関図なんで、はい、役名も出てますけども、ダンタ安則さんと三石琴乃さんの間に子供が、1、2、3、4人いる形ではない、こちら奥様でございますので、井浦新さん、玉置怜央さん、吉田羊さんと、そして後の江本佑さんという形で4人兄弟がいるという感じでございます。はい。ダンタ安則さん、三石琴乃さん、井浦新さん、そして玉置怜央さん、そして吉田羊さん、そして後の江本佑さんという感じでございますね。はい。で、まあ、ダンタ安則さんに取り入れということは、この、お父さんに取り入れということでございますけれども、まあ、後の吉高由里子さんの家に父の友人の佐々木蔵之介さんが訪ねてまいりました。佐々木蔵之介さんは今大納言であり、後に右大臣に昇進するダンタ安則さんに会いに行って、天皇への推挙を頼めというふうに助言をいたします。まあ、要は、媚び売っとけよと、そしたら仕事多分紹介してくれるぜというふうに言うんだけども、まあ、岸谷五郎さん、そういうこと自体が苦手、嫌いでありますので、乗り気じゃないけれども、まあ、娘たちを食わせなきゃいけないということもありますので、まあ、しぶしぶ出かけることとなります。で、ダンタ安則さん、当然、上級貴族でございますので、豪華な屋敷に住んでおりまして、しかも、娘の吉田羊さんはですね、翌年にですね、天皇の妃として宮中に上がることが決まっておりました。つまるところ、天皇の家に自分の娘が嫁いだら、天皇の家と親戚になるわけでございます。なので、そりゃ天皇陛下の家とね、親戚になるってことでございましたら、ダンタ安則さんの一族は、前途洋々であるわけでございます。で、その屋敷に、ある夜、岸谷五郎さんがやってきまして、ちょっとお話をしたいのですが、というふうにやってまいりました。これアポなしで言ってるんですよね。アポなしで言ってるので、飛び込みで言ってるので、今日は会わないと言ってます。まあ、家族も揃ってるし、会わねえ。まあ、一家団らんのところで、まあ、知らん人、まあ、知らん、まあ、知ってはいるんだけれども、飛び込みで人来ても、まあ、会わないのはわかるんですけれども、じゃちょっとこの手紙だけでも渡してくれと、文だけでも渡してくれというふうに、言いまして、託すんですけれども、まあ、翌年も残念ながら職を得られませんでした。読んでなかったんですよね、この後。後のシーンでありましたけど、これ自体は読んでなかったってことが分かったので。まあ、なので、まあ、しょうがなかったというか、まあ、これは、なんていうかな、しょうがない偶然だったのかなというふうに思いますね。はい。いや、そう言ってもなんか、天皇陛下の前でみんなで文読んでて、そこで岸谷五郎さんの文、なんか、読まれてませんでしたって思って、あれは天皇に対しての文だから別です。ここで渡した文と、あれは別物の文って感じでございますね。はい。で、後の吉高由里子と関跡ということでございまして、まあ、春のある日にですね、後の吉高由里子さんはですね、まあ、父親の岸谷五郎さんが関跡を読む声を聞きまして、で、これがもう今までも何回もあったんですね。で、当時はですね、まあ、男性の方がその、関跡含めてこう、基礎学力的な部分っていうのは持っておかなきゃいけないということなので、まあ、弟であります、後の高杉真宙さんに対してですね、読み聞かせをしていたわけでございます。しかし、まあ、ちっちゃいってのもあるし、興味持ってないので、まあ、後の高杉真宙さんは嫌がってはいたんですけれども、まあ、後の吉高由里子さんはそれを聞くうちに、関跡をどんどん覚えていって、それが、まあ、後の、紫式部になるというところにつながっていくわけでございます。で、後の吉高由里子さんはですね、帰ってきたお母さんの国中涼子さんに、小鳥手放したらどうかなっていうふうに言います。小鳥家どもね、餌代かかりますし、小鳥家ども売った多少のお金にはなるかもしれないという、後の吉高由里子さんの優しさでございます。で、なんですけども、お母さんである国中涼子さんはですね、まあ一度飼われた鳥っていうのは、外の世界では生きられないのよというふうなことを言っておりました。はい。そしてその後、運命の出会いという形でございまして、後の江本佑さん、江本佑さんの子供時代、まあ木村康生さんですけど、後の江本佑さんとの出会いに、移ってまいります。ある日ですね、後の江本佑さんはですね、従者と山岳を見に出かけました。まあ、風刺の効いたモノマネショーみたいな感じでございましたけれども、そこでですね、なんですけども、従者がですね、途中でこう女性に、野呂佳代さんでございましたけども、手を握られてですね、去っていってしまいました。はい。
であれどこ行ったんだろうっていうふうに言っていってこういろいろと探していたんですけども、その頃ですね、後の吉高由里子さんは鳥かごからですね小鳥をうっかり逃がしてしまいました。で探しているうちにここで運命の出会い、後の柄本佑さんと出会うこととなりました。後の吉高由里子さんは、鳥が逃げてしまったの、ひとたび人に飼われた鳥は外では生きられないのよということを言いました。しかし後の柄本佑さんは、それでも逃げたかったの、逃げたのは逃げたかったからだろう、諦めろというふうに言いました。まあ言ってることは後の吉高由里子さんもわかるんですけど、まあ悲しいですよね、鳥が逃げてしまってお金にもならないということでございますので。でまあ後の吉高由里子さん泣いてるわけですよ。でその泣いてる後の吉高由里子さんを後の柄本佑さんは励ますために、俺足で字が書けるんだぜっていうふうに言いまして、で足で字を書き始めようとするんですけども、その足をですね、まくったらですね、足首にすごい大きな傷があったんですね。この傷はですね、何かと言いますと、そう、兄である玉置レオさんがですね、あの暴力を振るって、つけてしまった傷であるわけでございます。はい、これが後の悲劇につながる伏線でしたよね。で後の吉高由里子さん、漢文書いてほしいと言いまして、後の柄本佑さん書き始めるんですけれども、続きを書いてみたいな感じでね、だったらですね、まあ、そこで、柄本佑さん、後の柄本佑さんはですね、いやでも俺貴族の子じゃないからこれ以上書けないよというふうに、まあ嘘を言います。本当は貴族だからね、嘘を言ってるんですよ。で合わせて後の柄本佑さんは、そもそもなんでお前はそんなに漢文が書けるの、漢文が好きなのかっていうわけでございます。まだちっちゃい子なのにね。そしてここにまるで源氏物語の片鱗が見えたわけでございますけれども、まあ、その後の柄本佑さんに尋ねられた後の吉高由里子さんは、頭の中に空想の世界が広がり、即答でもう創作というか、まあ嘘っすね、嘘を言う形となりました。後の吉高由里子さんは、私は帝の血を引く姫だから、母上は女房として働いていたのだけれど、大上の手がついて私を身ごもったの。身分の低い母は宮中を追われたけど、帝の寵愛を受けていた頃に漢詩や漢文を教わったのと。後の柄本佑さんはそれを信じてですね、後の、吉高由里子さんを姫と呼ぶこととなりまして、そして二人は再会する約束も取り付ける形となりました。その後再会と岸谷五郎の就職という形でございまして、後の吉高由里子さんと、まあ、後の柄本佑さん、川べりで再会しまして、で後の吉高由里子さんはですね、嘘をついたことを打ち明けて詫びるんですけれども、先ほど話した通り、実は先に嘘をついてるのは後の柄本佑さんですよね。貴族じゃないって嘘をついていたので、まあ怒らない。もともと怒らない、おおらかな性格でありますけれども、自分が先に嘘をついたこともあるので、まあ怒る必要もないという感じでございます。で、また再会する約束をしました。その頃、お父さんに仕事が舞い込んできます。やったぜ。父、岸谷五郎に、皇太子への漢文指南の仕事が、ダンテ康則さんから、紹介が入ります。岸谷五郎さんのもとに、ダンテ康則さんから紹介が入ります。そう、最初には手紙託したんですけど、たまたま読んでなかったんですよ。それはもうだっていろんな手紙が来るから全部読んでられないっていうのもあるんですけれども、で、この二人はもともとは知り合いなんですよ、この二人。もともと知り合いだけども、ちょっとたまたま、タイミング悪くて読めてなかったんで、読んだ上で仕事を与えてあげようというふうになりました。もちろんこれには思惑がありますけれどもね。で、岸谷五郎さん、職にありつけるんだけども、合わせて一つスパイ的な行為を命じられることとなりまして、まあ、皇太子の様子を常に監視せよというふうに命じられます。まだ皇太子ね、とかそういう顔していたので、まあ元気はつらつな男の子っていう感じでございましたけども、まあ、天皇陛下でございます。もちろん天皇陛下になる。あ、皇太子なので、もちろん天皇陛下になるという形でございますので、まあ、そう考えると、その結局、もっと身内を嫁がせるとかで、自分の権力をこう、より高めていきたいっていうのが、ダンテ康則さん的な思惑としてはあるので、まあ、好都合で、まあ、言うのが使われてるっちゃ使われてるんですよね。お金はもちろんもらえるけれども、そういった形となります。はい。で、最後。やりやがったぜ、玉置レオ。あいつやったぜ。あいつやりやがったぜ。玉置レオ、ご乱心で地獄へということでございまして、まあ、後の吉高由里子さんと、後の柄本佑さんの約束の日でございますけれども、まあ、まずは、後の吉高由里子さんは、お母さんの国中涼子さんだと出かけることとなりまして、お参りに行きました。お父さんの岸谷五郎が、お仕事に就けました。ありがとうございますと。で、神様にお祈りをした後にですね、まあ、約束の時間も迫っておりましたので、後の吉高由里子さんはですね、まあ、国中涼子さんらを置いて駆け出しました。しかし走って行ったら、道でですね、馬が、
馬とちょうど鉢合わせになってしまいまして、馬に乗っていた相手が落馬をしてしまいました。馬に乗っていたのは不運にも、後の根本佑さんの兄であり短気な玉置レオさんでございました。そうです、後の根本佑さんの足も傷つけておりましたよね。でまあいきなりもうブチ切れてね、後の吉高由里子さん蹴られておりましたけれども、そこにお母さんがすぐに駆けつけまして詫びを入れて、一瞬はその場は収まったんですけれども、この玉置レオさんの付き人がですね、余計なこと言ったんですね。あの玉置レオを静かにさせられるとは大したおなごだみたいなことを言ったらですね、玉置レオさんは自分のプライドが傷ついたんでしょう。なんと国永涼子さんのお背中から刺し殺してしまいました。はい、でですね、でですよ、あ、すみません、これ事態って字間違えたまま使っちゃって申し訳ないんですけども、岸谷五郎さん、ご遺体が安置されている自分の家に戻ってきました。そしたらみんながね、付き人も後の吉高由里子さんもこうやって言ってるわけですね。俳優さんの名前できますよ。レオレオレオって言ってました。殺したやつレオです。レオレオーってこうなるわけでございますよ。そうです、玉置レオはですね、ダンタ安則の息子です。自分を雇っている人の子供に自分の妻が殺されました。現代社会だったらこんなんも全面的な争いですよ。全面的な争いになるわけですけど、まあ、当時の感覚でいくと、そのお金もやっともらえるようになってね、家計を立て直してる最中でもあるので、まあこれ岸谷五郎さんも別に悪気はないんですよ。悪気はないけれども、お母さんは急病で亡くなったことにすると、後の吉高由里子さんに告げるんですけれども、当然後の吉高由里子さんは納得いくわけがないですよ。皆さんで納得いかないでしょ。私だって納得いかないよ。いかないよ。もう全部玉置涼が悪いんだよ、今回は。だから、そういう形なんですけども、まあ、納得いかずに、もうただ泣き叫ぶという地獄のラストでございました。はい。ということで、今回はもうとにかく玉置涼をやりやがったというのが話でございました。玉置涼さんのね、公式 X、旧 Twitter ですけれども、で、玉置涼と、藤原の道金のことは嫌いになっても、光る君へのことは嫌いにならないでくださいっていうふうに投稿してましたので、で、ドラマも別にね、嫌いになるものではないですけども、嫌いです。この人嫌いです。はい、とても嫌いだなと思って終わった第1話でございました。はい、ということで、俳優名で解説はこういった動画でございまして、多分20分切った動画になっているかなというふうに思いますけれども、スピーディーに話を進めていくことによりまして、で、少し楽しみながら、おかしくですね、笑いながら皆さんが、このドラマの理解のをしていただければと思っておりますので、本当に一部の方に好評なんで、全然全員の方におすすめする動画ではないですけれども、結構わかりやすいらしいので、この動画、鎌倉殿のこれのおかげで完走した方とかいますし、去年この動画が途中でどうするいいやつ、私後半解説やめちゃったので、途中この動画がなくなって離脱しちゃったって方もいたので、一部の人に対しては私責任重大なので、楽しく1年間完走できればと思いますので、ぜひ皆様、引き続き様々な動画アップしておりますので、応援よろしくお願いいたします。はい、本日は以上となります。ご視聴いただきましてありがとうございました。それでは。